はい、ミッキーです。トリュフルベーカリーみたいのって聞いたことありますでしょうか？なんかトリュフと塩で味付けしたクロワッサンというかパンみたいなやつで、ちょっと私の家の近所にもあったりとか、なんか軽井沢のアウトレットとかそういうところにもなんか入ってる、なんか割と流行ってるやつらしいので、ちょっと私デブなのであんまり炭水化物を食べないようにしているんですけれども、ちょっと流行りもんには一回ね、触っといた方がいいかなっていうふうに思いまして、ちょっと一個だけ買ってみました。いただいてみようと思います。あ、トリュフの香りがすごいしますね。おそらく中の方にも練り込まれてるオイル。パンってうまい。パンうめえ。塩とバターとトリュフと小麦のコンビネーションがダイエットしてる身には染みます。うまい。マジでうまい。結論、マジでうまいでした。僕みたいになんかダイエットしてから食べるとより良いスパイスになっていいかもしれないです。それは。